合わない気がする。こ入れちゃっていいのかな。入るやん全然。タクティー TV をご覧の皆さん、こんにちは。レーシングドライバーの井口拓人です。かなり久々のタクティー TV の YouTube アップになります。今日はですね、プロおばさんに来ております。もうちょっと後ろ僕の BRZ が見えていると思いますが、この後いろいろパーツを取り付けていきたいんですが、まずは、スーパー GT 第4戦、たくさんの応援が力になりまして、優勝することができました。本当に応援ありがとうございました。引き続き後半戦も頑張っていきたいと思います。で、今日はですね、前々からずっとつけたいパーツがありまして、ようやく届きましたので、自分でつけられるパーツを今回自分で取り付けていこうというふうに思ってます。その商品がこちらになります。ですね、まず僕の BRZ STI さんのパーツが意外とついてなくて、で、まあいろいろ STI さんのホームページを見てたりして、やっぱ皆さんもやっぱ STI って走るパーツっていうイメージがすごい多分あると思うんですよね。フレキシブル系とかドロースティフナーとか走りが変わる系、めちゃくちゃ印象があると思うんですけど、意外と STI さんってアクセサリーとかそういうのがめっちゃ多いんですよ。で、今回いろいろ自分の車に取り付けたいと思って準備したパーツがこちらなんですけども、まずはドアインナープロテクター、これをですね、ドアの内側のところに貼りまして、結構僕もですね、乗り降りで下の部分って靴が当たったりして結構傷つくんですよ。で、これ実はマリオ高野氏がマイカーの BRZ につけてて、これは絶対僕も取り付けたいと思いまして、これは両面で貼るだけなんで自分でもできそうだなと思って、こちらドアインナープロテクター一つ目準備しました。続いてSTI ギアシフトレバー、こちらがこっちです。このパーツになります。これは正直自分で取り付けられるかどうかはかなり分かりませんが、ちょっとやはりギアを変えるときにそのストロークが普通のノーマルだともちろんあるんですけど、できればそのストロークも短くしたいという思いもあって、これはですね、何ミリって書いてあったかな、4ミリって書いてあった気がします。4ミリぐらいショートになるので、まあ短い時間で、まあ、そのギアにこう到達しやすいので、まあこういったちょっと走る系のパーツも取り付けてみようと思っています。続いてプッシュボタンスイッチでございます。やっぱこれはね、STI の車両にもこのプッシュボタンついてて、やっぱこのプッシュボタンがね、この STI のマークが入ってて、ここが赤いとですね、ちょっとピッて押した時に気合も入りますんで、これも取り付けたかった一つのパーツです。結構一体となってるんで、これは簡単に取り替えられそうな気がします。GT マシンも同じようにこの赤がついてますんで、 GT マシン気分でエンジンがかけられます。次はプロテクタードアハンドルです。こちらになりますね。これも、まあ、これと一緒で両面テープで貼れるパーツになります。ドアのノブの、まあ、ボディ側に貼るような感じで、結構僕も、まあ、これ BRZ とレボーグを持ってるんですけど、意外とレボーグにこう、まあ、爪の跡なのか少し傷っぽいのがついてて、
まあ、それをなんとかこう解消できないかと思って STI さんのホームページ見てたらこういうパーツがありましたので、ちょっとこれを貼ってみて、傷は多分つかないでしょうからちょっと試してみたいと思います。で最後にですね、サイドシルプレートです。まあ、ドアを開けた、下の部分ですね、下の部分にパカッと取り付けて、こういう風に両サイドになると思うんですけど、これも、まあ、ノーマルは BRZ って書いてあったかな、ちょっと覚えてないんですけどでもまあ同じようなあのパーツで、ここにチェッカーフラッグと STI さんのロゴが入ってると。ドア開けた時にやっぱこの STI さんのロゴがパッと見えるとちょっとテンション上がるんで、こういったパーツを取り付けていきたいと思います。基本的には全部自分で取り付けられそうなパーツをチョイスしてみましたので、まあ多分あのプロバさんにお手伝いいただきながら取り付けていきたいと思います。はい、まずは簡単な春系のパーツアイテムからいきます。ドアインナープロテクターを貼っていきたいと思います。まずはですね、まあ、説明書にも書いてあるんですけども、ちゃんと力強く貼れるようにですね、山ちゃんが大好きなパーツクリーナー、こちらで出汁って言うんですか、これ出汁って言うんですかね、出汁をしていきます。よし、でまず表面の保護フィルムを剥がします。そしてある程度貼る位置を決めます。そしてマスキングテープで位置を決めましょう。合ってんのかなこれないんですけど、これ性格が出ます。マリオさんもこうやって貼ったのかな。で位置を決めましたら裏の両面テープを剥がしていきます。両面テープを剥がして貼っていきます。本当に大丈夫なんでしょうかこの位置で笑ざっくりすぎますかね。あ、ほら、でも意外と来てますよ、これ多分。これ、動画を今見ている方、井口拓人意外と適当だなって思ってる方たくさんいらっしゃると思います。その通りです。あの、意外とこのカーボン調で硬いのかと思いきや結構柔らかいんですよ、シールが。だ意外と貼りやすいです。おし、どうですかね。どうでしょう結構綺麗に貼れましたこの要領で今左側終わりましたので右側も貼っていきます。
ね、よし完成です。位置を決めたら剥がして、その時中心から少し下側を押しながら位置がずれないように慎重に剥がしてください。はいプロテクタードアハンドル貼っていきます。まず同じように山ちゃんが大好きなパーツクリーナーで脱臭します。ちゃんとくっついてくださいという思いを込めて脱臭をして、でまずはこの保護フィルムを剥がします。そしてなるべくここの形にあったように肩をつけてくださいと書いてありました。意外とこのシールが柔らかくて大丈夫な気がします。で一度合わせてみて、こういう風になるんだな。大丈夫かな。剥がしちゃっていいと思います。いきなりこんな感じで半分だけにして、これこれやばいよ。どうすんのよこれ。真ん中からって書いてありましたよ。真ん中から真ん中を押して、え？真ん中から外に多分こうちょっと空気を抜いていくように貼るということでしょうね。結構柔らかいです。浮かないかめちゃくちゃ心配していましたが、かなりこのシール自体は柔らかいので貼れました。意外と大丈夫そうです。よし完了です。これで入れた時にボディに傷がつかないようになりました。いいですね、いい感じです。続いてサイドシェルプレート、こちらつけていきます。ノーマルはこれですよ。これ真っ黒い樹脂のだけなので、こちらの STI の文字入りのものに変更していきます。あ、結構外れやすいかもしれないです。あ、簡単で、これ普通につけていけばいいんですよね。合ってんのかなこれ。ない気がする。入れちゃっていいのかな。これ以上入んないですけど。あ、それがさ、あれなんじゃない、これがこれなんじゃない。あ、じゃあこれ外さなきゃいけないってことですか。もしくはこいつ切って取るか。あ、そういうことですか。
注意してくださいね。このまま入れたらダメですよ。このまま入れてダメなんですよ。これはどうやって外すんですかね。これってこれも外すんですかね。そうそうそう、それ外しちゃって新品がついてるんだよ。あ、これってどうやって外すんですか。これで。で、あの中側の爪を内側に押して引っ込む、はまるようになってる。そのついてるやつ見ればこれ。これが引っかかって抜けてこないようになってるから、この爪を内側に押して引っ込む。内側に押す。そうそう、両方ともね。どうやって押すんですか。道具渡したじゃないですか、これ。これで、うん、これを内側に押してこの状態。はいはい。こっち側も同じ。はい。で外れる。そう。はい、それも使ってこっち側を浮かせながらこっち側を上げて、こっち手前の爪を、こっちですか。そうそうそう、はい。で上がってくるでしょ。お、上がった。でそしたら反対側も、はい、あ、取れた。すごい、さすがです。さすがです。でももっと言っちゃうと、それ新品の外したら入れるだけ。これをこっちを外せばね。どっちが楽ですかね。それ外した方が楽。こっち外した方が楽。そう、それをポキッて取ればいい。あの、どうやって取った、どうやって取った。めっちゃ大変な作業してるやん、自分で。おわ、こっちは簡単やん、全然。何してたんだ、今まで。外して入れるわけですね。時間かかりすぎやろこれ。入るやん全然。すぐ終わりました。皆さんはこの青いの外すタイプでしょうか、外さないタイプでしょうか。僕は外すタイプです。剥がしましょう。うっ、かっこいい。一気に閉まりますね。ドア開けた時テンション上がります。いや、これも反対側もやってきます。なんであんな時間かかってたの。ほんとすいません、何もできないんですよマジで。車好きなんですけどね、何もできないんですよ。ほら、もうすぐ終わる。うっ、めっちゃいいじゃないですか。ここと、ここと、かっこいい。よし、これは自分でつけれました。こちらのスーパー GT にも装着されているこのプッシュボタン、 STI さんのものを取り付けていきたいと思います。ノーマルは黒色でエンジンスタートストップのみなんですが、こちらの商品は赤色でエンジンスタートストップは同じですが STI のマークが入っているという感じです。これをですね、この辺をですね、結構簡単に取れそう。ちょっと浮かしてあげて、ここにこう差し込んで、これをちょっとずつですね。あ、なるほど、結構簡単に取れます。こうなってるんですね。で、つながっていますので、このカプラーをまず外します。外しまして、そんでこれはこれですね。こう爪があるのでこうなります。そして同じように反対からこれを差し込む。でカップラーを、はい、カップラーもパチッとつけまして、
あとはこれをここに取り付けるんですが、位置がありますどっかに。なかなか来ないんだよねこれ。うん？あ、来たかも。よし。よし。これでプッシュボタンも完璧です。いい感じです。かっこいい。これからギア、シフト、レバー、ショートストロークにするやつをつけるんですけども、ここはですね、素人が踏み入れる領域ではないと考えました。とりあえず今開けてもらって、インパネというか外してもらって、どういう風になってるかちょっと見てもらって、取り付けられそうであれば取り付けたいと思いますが、確認をしてもらっております。やっぱりレーシングドライバークイックシフト、これを ここにつけて、でこれを入れるわけですね。そうそう、これをここにちょっと入んないですけど、わかんないです。でここに入れて、おちゃんとでネジついて、でクイックシフトになると。はい、楽しみですこれが。よっしゃ、これで STI シフトギアでしたっけね、ちょっとストロークが短くなるギアが取り付きました。最後にですね、まだノーマルですがシフトノブを取り付けて終了となります。もう一回いける？よし、完了です。はい、STI さんのシフトギア、こちらですね、ショートストロークになる、ものが取り付きました。ちょっとまあ置いてある状態で変えてみたいと思います。おノーマルに比べて少しストロークが減っているような感覚があります。これなんか節度感もちょっと増えてるのかな。ちょっとこの後ですね、実際に動かして乗ってみてフィーリングを体感したいと思います。楽しみです。いや、ギアのフィーリングいいっすね。すごく変わったわけじゃないです。かなり短くなったっていう感じではないんですけど、多少ショートストロークになっていて、でなんかこう節度感、ふって入った時の節度感が増えてるような印象があります。これはね、走りをより楽しみたい方はこういうパーツもありですね。性能に関わるところではないんですけど、やっぱこう短いストロークでギアが入ってくれるとちょっと感覚的にいいですよね。レースっぽい感じになって、これはありだな、よかったな取り付けて。実際にサーキットとか走る時も結構このストロークってやっぱ短い方がすぐその入れたいギアに入るんで、このストローク感っていうのはいいと思います。いいですね。ぜひこう皆さんも一つのアイテムとして、カスタマイズアイテムとしてこういったショートストロークギア
試していただけると面白いんじゃないでしょうか。まあ、今回 STI さんのパーツ、5種類付けさせてもらいました。サイドシルプレートでしょ、あとドアのここのインナーのプロテクターで、外のボディに貼るドアノブのプロテクターで、プッシュボタンで、このショートストロークシフトギア、この5つ5点を付けさせていただいたんですが、このシフトギア以外は全然自分で、このシフトギア以外は全然自分で付けられるパーツでした。意外と簡単に、まあいろいろありましたけど、意外と簡単に付けれました。でこのショートストロークのシフトギアに関してはやっぱちょっと、取り外しと、この内装のインパネルを外すのが結構大変そうでしたので、これをつけるときはまあ多分ショップさんにお願いするとか、ディーラーさんにお願いするとかした方がいいかなと思います。あとのパーツはもう余裕で自分で取り付け可能なので、ぜひ楽しみながらですね、みんなでワイワイ言いながら貼っていただくといいんじゃないかなと思います。